戦車撃破賞はナチスドイツの勲章。戦車撃破賞を授与されるグロースドイッチュラント師団の兵士1942年3月9日にアドルフ・ヒトラーにより制定された戦車撃破賞は敵弾など傾向可能な火器を用いて戦車を撃破したものに授与された。1941年6月22日まで遡ったバルバロッサ作戦等も 授与の対象とされた。1943年12月18日には、戦車撃破賞金アキラが制定され、5両撃破で、金アキラが授与されるようになった。それまでは1両撃破ごとに、銀賞が与えられていたが、これを機に、今までの銀賞も5枚で、金アキラ1枚と交換することが可能となった。製造業者によって、若干の差異があるが、 横 88mm、縦 33mm の長方形リボンの真ん中に、プレス成形された横 42mm、縦 18mm の縫合戦シャバッジが取り付けられている。また、リボンの上下ともに 2mm の箇所に幅 4mm の線が横に走っている。リボンの裏側には2本ないし3本のピンがあり、これらを上着の右上腕部に突き通し、 裏側から留め具で固定することで廃用した。ヨハン・ルッツ少尉に戦車撃破賞金賞を授与する旨を記した第116、装甲師団長の命令書、タンクデストラクションバッジ。ありがとうございます。